俳優の広瀬アリスが主演、何わ男子、道へ、優が共演する、t b s 系火曜ドラマ、マイセカンド、青春、毎週火曜あと10時の、第4話、7日放送に向け、塩香里プロデューサーがコメントを寄せた。本は、厄介な問題を抱えた30歳の主人公が、謎、大学生の一言をきっかけに学び直しを決意、て大学生となり、 令和の大学生たちにもまれ、柄恋に、勉強に、夢に奮闘するセカンドは、春ラブコメディー。脚本は、東京ラブスト、リー、2020、や、ゆるキャン、ドラマ版シリーズ、自転車、三の高橋くんなどを手掛ける北川彩子が務め、主人公が、がむしゃらに突き進む人生、第2章の幕開けを、笑いあり、涙あり、胸キュン、リのオリジナルストーリーで描く。 サヤコブイエスリン、強力なライバル出現で、スケ、ヤコの恋の行方は、4話にはこの物語を考え始めた時から描こう、と決めていた大切なシーンが2つあり、思い入りの強い回となっています。1つ目はスケヤコブイエスリンです。日向の親しい存在として現れたリンコは、ヤコにとって、恋の強力なライバル。せっかく、向井との仲が進みそうというところで、 突然現、他、ハリケーン、リ子の存在は、スケ、ヤコの恋維阻みます。そんなリ子劇場とも言える、スケヤコ、向井、リンコの三つどもえのシーンは、今までとはまた、他、面白さがあり、正面衝突しない女同士の、妙な対決は、必見です。そして、そんなリ子と対、下スケヤコは、今まで感じたことのない感情を、胸に抱き、また一つ成長します。 その変化が悪いシーンで、スケが流す一筋の涙が、本当に、しくて、切なくて、現場でモニターを見ていた、ちらも思わず、涙が出てしまうくらい、とても、が締め付けられるシーンとなっています。スケ、この前に立ちはだかる凛子役は、山本未来さ、んにお願いしました。ミキさんとは金曜、ドラマ、N、ために、2014年でご一緒して、以来ご縁があるので、が、 太陽のような明るさとほがらかさ、包容力、と力で周囲を魅了する素敵な方で、今回の凛子はまさにぴったり。前春の現場でもそのネルギッシュな輝きで魅力的に演じていた、来ました。瞬き禁止のラスト10秒。これぞ、青春賞のラストシーンとはもう一つの大切なシーンはラストシーンです。 ラスト10秒は思わず瞬き忘れるくらい見入ってしまう美しいシーンになっているのでぜひ五感を研ぎ澄ませてみいただきたいです。スケアコとタクの関係を置き変えるこのラストシーンの構想はかなり初からありました。これぞ青春と感じさせるしでありつつ実際にはこんなことできないねと思う憧れのシチュエーション。スケアコとはそんな特別な空間の中で それぞれの思い、とろします。今までも励まし合ったり、助け合いたりして、絆を深めていった助やことたくが、子、死んでさらにその先へと進んだ結果、本人、死も予想外の展開に、撮影は、夏の終わりに一、中かけて行われました。スタッフも、お二人も、れない撮影が続き、 撮り終わる頃にはすっか朝日が昇っていましたが苦労の分だけ G が一丸となれた撮影でもありこのドラマの影の中でも一点二を争う思い出の日になったと言います視聴者の皆様にはまずドラマの本編楽しんでいただき番組公式 SNS には撮影明記、具動画も投稿予定ですのでぜひそちらも楽んでいただければと思います第四話の荒すスけやこ 広瀬アリスが不安になりながら人、レストランで、日向安藤正信を待っていると、向井か,から仕事で急にトラブルになったとの連が、ほっとした矢先、電話口から女性の声が聞き、エスケヤコは生き通りとも落胆とも何とも言えな気持ちになっていた。一方、日向から林子山本、北るルのせいでデートをすっぽかしたと聞いた、林ン、イヌイは怒りをあらわにし、 日向に再び助、子こう誘うよう促していた。サグラダファミリーでは、キーナ、イハラリッカのバースデーパーティーの準備が進められていた。誕生日当日はキーに予定があると知り、タク、道へ俊優はどこか浮きない表情に。キーナへの思いを募らせるタクは、意に思いを打ち明けようと、助・ヤコの力を借りて誕生日プレゼントを選ぶことに。 初めてに、で出かけたすけやことたくは楽しいひとときを過ぎ、し、お互いの恋を応援する。そんなある日、ひなた、ら先日の埋め合わせをしたいと連絡をもらったすけやこ。デート当日、改めておしゃれをして、出迎えに来てくれたひなたのもとへ向かうと、そ、うにはなぜカリンコの姿もあり。